1900年頃の駅舎ライデン中央駅は、オランダのライデンにある、オランダ鉄道の駅。1842年に、アムステルダムから南に向かって建設されてきた、鉄道路線の延伸駅として設置された、ライデンの主要駅である。スキポール空港駅、アムステルダム中央駅方面、ハールレム方面、デンハーグ HS 駅、ロッテルダム中央駅方面、デンハーグ中央駅行き、 ユトレヒト中央駅方面島式3面6線のホームを持つ高架駅。メタルフレームとガラスを用いた近代的なデザインの駅舎やプラットフォームの上、屋根が特徴である。地上階のコンコースに切符売り場やコンビニ、ファストフード店などがある。なお、この駅にはオーブイチップコアートのための自動改札機がコンコース中央部などに設置されているが、同 IC カードを持たない乗客でも、 自動改札機を通らない経路で駅構内に入ることができる。現在の駅舎は1842年の開業時のものではなく1996年に改築された4代目の建物である。スキポール駅、アムステルダム方面、ハールレム方面、ユトレヒト方面、ロッテルダム方面。ありがとうございます。